はい、次はこちらです。この誘引線よりも上にもう15センチ以上伸びてます。これはここのところがつっかえているので、まず脇芽を見ます。こちらもうつっかえちゃってますね。これ立派なのができてます。これも立派ですね。この下ちょっと頼りないです。さらに下、これはもう本当に頼りないです。よってこれとこれを残しますので、ここを切ればいいだけですね。簡単です。やってみましょう。これがもうこんな大きく育っててもったいない気はするんですけれども、ブドウ全体を育てるために泣く泣く切ります。あとはこれが伸びてくるのをちゃんと観察してあげましょう。それと頼りない芽は取っておきます。ですね。